アイドルグループスイートステディの公式サイトが13日に更新されメンバーの柳川宮が脱退することが伝えられた今後は残った7人で活動を続けていく公式サイトでは「柳川宮に関しまして」と記し「柳川宮に関しまして本人との話し合いを重ねた結果本日7月13日をもちましてスイートステディを脱退することとなりまし」「たためご報告させていただきます」 と同日限りでの脱退を発表した。そして、皆様には突然のお知らせとなり、お詫び申し上げます、と謝罪。今後の活動に関しましては、奥田あゆ、おゆい、栗田夏香、塩川理り白石真由美正治渚山内咲菜の7名で、活動させていただきます、と今後についても説明した。また、現在発表されているライブ出演イベントに関しましては、 脱退に伴う払い戻し等は実施しませんのでご了承のほどお願い申し上げます。その他、お客様へのご案内が発生するものに関しましては別途ご案内させていただきますので大変恐れ入りますがご案内までお待ちいただけますと幸いです。と現状を報告するにとどめた。柳川は公式 X を更新。突然のお知らせになってしまい申し訳ございません。たくさんの話し合いをしてきた結果、 スイートステディとしての夢を諦めることになりました。このような形になってしまったこと、私自身もとても悔しく思います、と謝罪。私にとって何よりも大好きで大切な、応援してくれている皆さんに本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。短い期間ではありましたが、スイートステディとしてたくさんの夢を叶えられたこと、皆さんと出会えたこと、とても幸せに思います。 これからも諦めずに負けずに頑張りたいと思っています。よろしくお願いいたします、と綴った。スイートステディはフルーツジッパーの妹分として遊びシステムからデビューした8人組。3月のデビューからわずか3ヶ月というスピードで東京 EX シアター六本木でのワンマンライブを成功させたばかりだった。デビューから約4ヶ月での突然の発表にネット上では本当に悲しい。 これは辛すぎる。嘘だと言ってくれ、など、動揺が広がっている。